前回のあらすじ。ついにやってきた結婚式の朝、誰も彼もが傭兵と美奈子の結婚を祝すが、そこにユキとアミが乗り込んできた。3人の女を前に傭兵はどう決着をつけるのか。チンチコール、トモです。サウンドノベル待ち実況プレイ始めていきたいと思います。それではですね、傭兵3人の女に詰め寄られております。そこの4択、ここはですね、まあ戻ってくると思いますので、何度もなので、よいしょ、こんな作業は前回のうちにやっておけという話なんですが、ではですね、上から順に選んでいきたいと思います。まあね、顔がいいし金も持ってるし、なんかドラクエ5でいうフローラみたいな感じ。美奈子だけは失いたくない。美奈子だけは失いたくない。美奈子、こいつら嘘を言ってるんだ、俺を信じてくれ。はい。婚姻届、富澤陽平、秋葉美奈子。陽平は美奈子と結婚した。しかし離婚届、秋葉陽平、秋葉美奈子。1年後、陽平は離婚届を叩きつけられた。オータムリーフの商品を無断で浮気相手に大量に貢いでいたのが発覚したのだった。最低ですね。そしてさらに1年後、どんどん落ちていくばかりだった。まだ20歳の若者、高校時代から名うてのプレイボーイ。実践上は渋谷センター街。ナンパ成功率、多分あれ 100% って書いてあるのかな ?80% かな、わかんないんだけど。被害者100人以上、結婚詐欺師捕まる。ひどい話です。というね、バッドエンドことで、バッドエンドでございました。こういうのがあと2回続きます。はい、続きまして、ユキ。ユキだけは話したくない。ユキ、こいつらが嘘を言ってるんだ、俺を信じてくれ。はい、お前が一番嘘ついてるんだけれども。はい、飛沢陽平、片瀬ユキ。陽平はユキと結婚した。しかし離婚届。もう流れ分かりましたね。飛沢陽平、飛沢ユキ、1年後、離婚届を叩きつけられた。傭兵の浮気が原因である。しかも相手は5人もいた。そして2年後、全ての月に見放されて、かつての輝かしい日々は梅雨と消えた。はい、というような感じでございました。まあ被害はね、5人とユキだけなので、結婚詐欺師となってしまった100人以上の被害者が出た美奈子のスパットエンドよりはまだマシだったのかなと。知らんけど。はい、では続きまして、アミですね。アミだけは大事にしたい。アミ、こいつらは嘘を言っているんだ、俺を信じてくれ。まあ離婚届出されるんですけど。はい、婚姻届、富澤陽平、倉科アミ。陽平はアミと結婚した。しかしもう様式日ですね。離婚届、富澤陽平、富澤アミ。1年後、離婚届を叩きつけられた。陽平の浮気が原因である。お前いつも浮気してんな。しかも相手は同時に10人もいた。あれだね、こうやって考えるとさ、そうか、浮気相手一人に対しての貢ぎ物が発覚したのが秋葉美奈子で、5人浮気してたのが片瀬ユキで、10人浮気されたのが倉科亜美ってこと？なんかやっぱ美奈子なんかなって思っちゃった。やっぱ美奈子よな。そしてさらに1年後、とことんまでその道を極めてやることにした。人からは悪い顔になったと言われるようになった。まあホストになったって感じで、これが一番富澤陽平にとってはグッドエンドだったのかもしれないね。知らんけど。さ、ではですね、世紀のこの先へ進める真のエンディングにつながる
選択肢を選んでいこうと思います。悪いのはもちろん自分だ。当たり前です。こうなったら全ての非を認め正直に話すしかない。嘘なんだ。傭兵はようやく口を開いた。そうよ、この人たちは大嘘つきだわ。傭兵くん、早く出ていくように言って。私、嘘なんてついてません。ねえ、富澤くん。傭兵、この人たちの嘘全部バラしちゃって。違うよ。え？嘘は、俺、君たちみんなにいい顔したくて口から出まかせ言ってごまかしてたんだ。だから君たちの言っていることは全部本当で、俺の言ってたことが全部嘘。傭兵くん、傭兵、富澤くん、ごめん。優作が泣き出した。だったら私とお腹の子はどうすればいいんですか。富澤くんはどうしたいんですか。傭兵、この人と結婚して優作のことはどうするつもりなの。私は、傭兵くん、私と結婚したかったんじゃなかったの。私のお腹の赤ちゃんどうしろって言うんですか。富澤くんは下ろしてほしいってことなんですか。アミ、アミ。傭兵、優作は私一人で育てろっていうこと。父親がいるのにいないことにして育てろって、そういうの。ユキ、最低。ユキ。傭兵くん。美奈子は信じられないという表情で傭兵を見る。美奈ちゃん、小僧、よー、来いよ。バチクソ怖いぞ。後ろの上辺さんが大変なことになっている。白峰はゆっくりと立ち上がった。こんな屈辱は初めてだ。傭兵はおろおろと後去る。この白峰によくも恥かかせてくれたな。いや、わしより美奈子のメンツはどうしてくれる。貴様、たとえ美奈子が許しても、わしが許さねえ。白峰は完全に先立っていた。もうダメだ、死ぬしかない。うわあ！傭兵は一目散に逃げ出した。待ちやがれ！傭兵くん！まあ、これが修羅場ですね。傭兵は教会の外へ飛び出た。待機していた白峰組の男たちが何事かと振り向いた。傭兵はその前を突っ切って走り抜ける。その小僧捕まえろ。生かしておけねえ。白峰の叫び声が聞こえた。傭兵はアミとユキを追った。アミ、ユキのでー。目の前になぜか右手をギプスで固めた青いのりおが現れた。傭兵はもちろん無視しようとしたが、青虫は強引に左腕で掴んできた。待つので、傭兵、僕に秘密で結婚式あげようとは信じられないので話せ。おや、バラされてもいいのかな。君はやかましい。まあもうバレたんでどうでもいいですね。傭兵は思い切り青虫をぶちかまして再び走り出した。スクランブル交差点まで来た。信号の横に止めた街宣車の上では、婦人団体が子どもの人権を守ろうと訴えている。街頭で宣伝をする車、街頭を制する者は政治を制すると言われた時代の名残。若者の多い八甲前での街頭演説は、大臣や党首クラスが立たないと信号待ちの間ですらほとんど見向きもされない。まあ、正直あんま見ないな私も。それどころではない傭兵は必死にユキとアミを探す。あんなに目立つ赤と黄色の娘、すぐ見つかるわ。まあスクランブル交差点はね、いくらなんでも走れないですからね。歩くしかないんでしょう。二人とも人波の中に消えようとしている。このままではとてつもなく大切なものをなくしそうな気がした。
傭兵の頭に昨日のことが次々と浮かぶ。優作を抱いたまま過労で倒れたユキ。高熱に苦しむ優作を我が子のように懸命に看病するアミ。初めてよちよちと歩き、パーパと呼んだ優作。傭兵は目の前の凱旋者を見上げた。よし、ちょっとあなた待ちなさい。制止を振り切って傭兵は凱旋者によじ登った。今の教育制度を見直すことが誠に明るい、真に明るい未来を築くことになるのです。子供たちが、明るい21世紀を迎え。傭兵はいきなりおばさんのマイクをひったくった。なんですかあなたは。傭兵は構わずありったけの大声で叫んだ。ユキ、アミ、聞いてくれ。父親は俺だ。アミのお腹の子も優作も間違いなく俺の子供だ。全部俺が悪い。みんな俺の責任だ。だからユキもアミもどうか無茶はしないでくれ。大切な、かけがえのない命なんだ。バカな俺にもようやく分かったよ。ユキ、アミ、お前たちにとって何より大切な命は俺にとってもかけがえのない命なんだ。ユキ、アミ、頼む、行かないでくれ。頼むよ。周りの女性グループはあっけに取られている。いや、これ警察沙汰にもなり得る話なのかなとも思ってるんですが、どうにかこうにかしてこうなってしまいました。どういうことだって話なんですけど、傭兵の前にユキ、アミ、そしてウェディング姿のままの、ミナコがいる。何事かと見て通る人もいるが、傭兵はそんなことはどうでもよかった。みんな悪かった。謝って済む問題じゃないのは分かってるけど、ユキ、昨日優作が熱出してアミちゃんと看病した時に俺初めて分かったよ。お前が今までどれだけ一人で頑張ってきたか、頑張らなきゃならなかったか。だいたい一人で優作を産むとき、周りの冷たい目もあっただろうし、すごく不安だったと思う。なのに俺は何も知らなくて何一つしてやれなかった。おまけに今度はそんなお前からも逃げようとして。でも優作の父親は俺なんだ。優作はお前が産んでくれた大切な子供なんだ。傭兵、そうだ、まだユキに話してなかったよな。え、優作、ゆうべ立って歩いたんだぜ。それに俺のことパパって言ったんだ。パパって、初めてだろ喋ったの。お前に早く知らせたかったんだ。うん。傭兵はアミを見た。昨日は本当にアミちゃんに助けられた。アミは小さく首を振る。君にもこの2ヶ月ずっと不安な思いをさせたんだよな。俺は卑怯にも君が嘘を言ってるんじゃないかと疑い逃げようとした。自分の体裁ばかり考えて君とお腹の子のことは本気で考えようとしなかった。でも優作と同じ新しい命だもんな。しっかりと君のお腹の中で育ってるんだもんな。昨日優作を看病してる君を見て、もう母親なんだなって思った。こんな風にしておいて今さら何言ってんだって感じだけど、俺父親になるから、父親としてできることは何でもするから。富澤君、とにかく、ユキがため息交じりに言った。これからどうするかみんなでゆっくり考えるしかないわね。もうジタバタしても仕方ないもの。ええ、大変な状況だけど事実は事実ですから。けど美奈子は黙っている。美奈ちゃん、結婚式を台無しにして本当にごめん。とりあえず今は白紙に戻させてほしい。もとももう愛想も尽きただろうけど。秋葉雄三が現れた。申し訳ありません。傭兵は慌ててその場に土下座する。なんとお詫びしたらいいか分かりません。
償いは何でもします。本当に申し訳ありませんでした。立ちなさい。秋葉は静かに言った。状況が状況だからね。今日の式はとりあえず中止だ。しかし、陽平君、私はこの結婚を諦めてはいないよ。は？京子。秋葉は妻を呼んだ。京子は赤ちゃんを抱いて現れた。はい、リホちゃん、ママに抱っこしてもらいなさい。おいで、リホ。美奈子が赤ん坊を受け取った。え？式が終わってから君には話すつもりだったんだが、美奈子には1歳の娘がいたんだ。というね、いいサムネ候補ですね。そんなに驚かないで、陽平くん。だって、この子はあなたの子供なのよ。はい、驚きの連続。うそー。はい、サムネ候補2つ目ですね。なんでかという話なんですが、音が大きくてびっくりした。ちょっとだけ音小さくしようと思います。陽平くんは覚えていないみたいだけど、私たちが最初に出会ったのはもう2年も前なの。そんなバカなね。実は赤ん坊の父親が誰なのかは私も娘も、私も妻も知らなかったのだよ。美奈子は堅くなに話そうとはしなかったのでね。それがようやく昨夜、両手をついて挨拶をしてくれた時に打ち明けてくれた。まったく驚いたよ。しかしこれで正直ほっとした。君に他人の子供を押し付けることにならなくて済んだのだからね。いやでもさ、結婚前に話すべきじゃない、こんなの。だって結婚式挙げた後にさ、実は美奈子には1歳になる娘がいてなんてさ、ありえないでしょ。やらかしたことは、陽平がそもそもありえないことなんですけど。だって富澤くんの陽平くんの子供なんだなんて、もし白峰のおじさまに知れたら何されるかわからないと思ったんだもの。陽平くんの子供。2日目の教室のシーンに遡ります。この時、陽平が思い起こしていた2年ほど前、大人ぶりたくて初めて酒を飲んだ日の全く覚えていない相手、これが実は美奈子ちゃんのことだったのです。というね、あのお酒でやらかしたみたいなのをね、モノローグがあったかと思います。動画が残ってたらですね、ちょっと引っ張ってこようかと思いますが。2ヶ月か。そもそも自分は人より遊んでいることを自覚している。だから日頃から防護策はきちんとしていたはずだった。はあ、そうっすか。実は2年ぐらい前にきちんとしたかどうか覚えていないことが一度あった。最悪ですね。大人ぶりたくて初めて酒を飲んだ日で、相手についても全く記憶がない。もう！それ以来人一倍気をつけてきたのである。まあまあ、あのそんな感じでですね、こんなことになっていたんですね。それに何も知らない陽平くんに私を選んでほしかったの。だから私だけの秘密にしてました。ごめんね。ごめんねじゃねえわ。でもこれからは私たち3人、いえ生まれてくる子供もみんな合わせて6人、ずっとあなたと一緒よ。美奈子は嬉しそうに言った。ものすごい展開ですね。それは今までの天使の微笑みではなく聖母の微笑みだった。しっかりするのよ陽平。頑張りましょうね富澤くん。陽平は今度は本当にその場に倒れた。かわいいね、リホちゃん。かわいいね。あー、ゆうさくもかわいいね。まだ見ぬお子様もきっとかわいいんでしょう。というね、とんでもない展開にはなりましたが、そしてその夜。あ、見て。アミが夜空を指さした。渋谷の上空になぜか打ち上げ花火が上がった。リホちゃん見て、綺麗。ほら、ゆうさくん、花火よ。お腹の赤ちゃんもきっと見てますね、富澤くん。陽平はまだ放心していた。やがて陽平はそっとつぶやいた。まさか4人目は出てこないよね。
はい、ということで富澤洋平シナリオできちゃった完でございます。お疲れ様でございました。さあということでですね、富澤洋平も完になりまして、残すところはあと、3名ですね、市川文康、そして篠田正史、そして雨宮桂馬、一回ね終わりになってるんですが、その先がまだありますので、それを含めたらこの3人になります。次はですね、そうだな、どうしよう市川文康か篠田正史にしようと思ってるんですが、まあちょっとバランスを見て考えたいと思います。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回に続きます。お楽しみに。